ますが、ありますか、本当に皆さんありがとうございました。岩城くんのことを分かれると記録よりも記憶よりも結果なじゃない、そう、ちょっともう一回記憶よりも記憶。ちゃいます。ちゃう。記憶よりも記録か。記憶よりも記録に残る一日。ああ、反対か。そんな感じでした。はい。で、これはま、録画してるんで、10分以内に喋ってください。はい。初代キャプテンの僕が喋ります。はい。本当にみんなに嘘だけはええ10分以内から早速巻いてバレ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 10分以内で10分以内で言うてんのに、チーム42としても4年目になりました。はい、4年目よし、これから頑張るぞ、イエーイ。2代目キャンプで何やねん、分かる、2代目キャプテン、これを撮ってるから、ずっと撮ってるから、何言うたんや、歴史を語ったよ、そんな感じ思いを語った、初めはやる気なかったんですけどっていうか、みたいな感じっていうか、みたいな出てる出てる、すいません、すいません、いや、まあそんな感じで、知らん間に終わってた1年でした。でもこんなに盛り上がるのは夢にも思ってなかったんで、はい、次3代目に、はい、3代目、3代目の任命責任、3代目浅宮さん、任命責任ですか、これは YouTube に載りますから、ちゃんとしておくな、何言うたいから、いや、3代目の3代目、3代目のポンです、振り返って、振り返って、不甲斐ないキャプテンで申し訳ございません。そんなことないよ。トラブルメーカーっていやいや、課題がいけるよ。過去の課題が並んでますけど、ありがとうございました。あ、そういうことだっちゃう。あ、言われます、ね、あの人が、ありがとうございました、ありがとうございました。で、何を言いたい、もう終わり、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 終わりました、ありがとうございます。10分だけから、4代目歩けるかな、ちょっと2代目のスケバンちょっと待って、ちょっと待って、さすがどうせこうそこ言う、そこは消滅させな、頑張りましょう、これからもみんなで楽しく走りましょうイエーイ、あとは10分とそっちから、岩井から喋るの、なあユーリエ、ユーリエ、このままもうすっぴんなんで、バカバカバカやろバカバカバカバッテンがさ今日はお疲れ様です、ありがとうございます、ほんま疲れたよ、ビダありがとう、ありがとう、イエーイ、すみません、インフルエンサーになって出れなくてすみませんでした、来年走るぞ、来年妊娠しなければ、子作りすんねん、ゆえちゃん、そうやん、僕と最悪に、それおじめや、親子やろ、親子やばい、じゃあ次やるやん、そりゃそうやな、わかりました、じゃあちょっと待ってください、空気を変えようぜ、最後、行くぞ、その間誰か喋りそうや、大丈夫です、よーし、バカ持ってる、何持ってんの、あ、お疲れ様でした、ありがとうございます、前田のごとく岩城です、はい、今年ちなみに既婚になります、はい、あーあーえー、平成中何年、24年、はい、11月11日に既婚になります、いや結婚します、イエーイ、これ本当です、本当結婚します、おめでとう、リーデル君とおめでとう、おめでとう、誰と、カオリちゃんと、カオリルーム、知らん、まだ紹介します、紹介します、そうなんです、そうなんです、まあこれだけ江戸さんにお邪魔してますと、まあ、この三味線の音色もいずれ覚えれるのではないかと思う、今日この頃はい、で、尺も長いよ、やってよ、おいで、記憶
記憶よりも記録とか言い続けてましたけど、あの記録ではあの吉川先生は多分抜けないということを判明しましたので、それライン引っ張ったかんで、記憶に走ろうと思います。記憶、はい、記憶どんな記憶？記憶何だろう。そして壮大な記憶にチャレンジすることに決めました。何や？僕の師匠池田雄一先生と、はい、よしやるぞ。記憶に、壮大な記憶に挑戦します。これに出ます。こんな感じです。こんな感じです。あ、それ俺の誕生日や。マジで？すごい。100キロ。2人で？1-2-5-2-0-2-0-1-2-0-5-2-0。 よし、やるぞー。はい、始めまーす。1人100キロ。これが痛かった。違うよ。1人100キロやろ。コース障害がありますけども、あ、まあまあ、大阪城を探します。そっからどこ行くの？そっからあの毛馬の水門まで行って、ひらかたを二往復というわけのわからないコースで、ひらかたを二往復。ていうか、いわき食いけそうやけど、こっち大丈夫なの？あ、ゆうじ酒やめなかん。途中で酒飲んだ方が早いかもしれない。あ、そっか、そっちの方が早いかも。絶対飲めへん。ということで、カモン絶対弱いです。ベルベルだよ。100キロ14時間です。走れました。前回の、あと1分です。市民駅伝全然あかんかったけど、それもやっぱり全然体が壊れてたからで、日常生活を改めてともっちゃん追いかけます。おー、追いかけてもらえんねや。じゃあ1回聞いて。